さて、当然、奈良の、ね、中心部に近いところまでやってきました。中心部ではないところまで来ましたね。どうしようかなと思ったんですけど、ちょうどね、無料駐車場とかも、なんか、大変そうやけど、ここはね、なんか24時間ね、土日でも500円ってところがあったんでね、あ、もういいや、ここにしとこうってことでね、ちょっと今、先にね、ちょっと中心道の方でくるっと見てみたんですけど、こっから先行くとね、ちょっと一気に値段が上がって、ただね、面白い。駅に近づけば近づくほど高いっていうわけでもなく、なんかね、ポツンポツンと安いところもあったりして、結構ね、相場バラバラ。ここ500円ですよ。で、中心部行ったらなんか、まあ、で、土日は、頭打ちなしとか、1200円とか、それぐらいのところもありましたけど、まあでも700、800円ぐらいやったら、まあまああるっていう感じでしたんで、あ、だったらいいじゃないかとね、思います。向こうが。なんでね、またこっちの方止めたかって言ったら、もともと一番の用事は東大寺なんでね、今回は。で、東大寺にだいぶ近いところなんで、こっち側がね。そう。ね、ふらーってね、スケ教区、飯食おうかなと思ってね、走っとった時に、結局ね、木津川まで行ってしまったんですよね、間違えて。で、まあそこからまた戻ってきたら、まあでもちょうどね、木津川の、バローがあるあたり、なんか梅ヶ丘でしたっけね、とかってところに迷い込んでしまったんですけど、まあ、そっからね、ちょうど降りたら、ちょうどね、この東大寺の前のこの道にね、ちょうどたどり着いたんで、あ、ちょうどよかった、ちょうどよかったと、いうことでね。多分こっちのは駐車場止めやすそうでしたけどね、さっきのところはね、ちょっとね、ふわっとね、頭から入ったらね、もう折り返すのがなかなか大変な感じでしたから、ここは止めやすそうですね。横幅すごく広い。うん、ね、ここも700円。これも広そうですよね。ほんと。飲みやすさで。何より。で、ちょろちょろっと歩いてくると、これでも今工事。まあ、奈良とかね、詳しい人だったらね、地名でね、もうだいぶ東大寺近いなっていうのがわかるかなと思います。私そこまで詳しくないですからね。よいしょ。この辺りは月決めてなってますね。ね、バスも結構な本数走ってますよね。よいしょ。便利ですね。あ、言うとったらバスが走ってます。また別の事情がありまして、今日はね、そこまでね、長いこと見とれないんですよね。またちょっとね、ある程度の時間でないですけど、当たり前に鹿がいますね。ほら、鹿だ。あら、鹿だ。親子。あら。小鹿は奥に行っちゃいましたけどね。まあ、まだこれからいくらでも鹿は見れますからね。おはようございます。まあここは奈良ですからね、いくらでもこの後鹿は出てきます。何せ今東大寺の方に向かっとるってことは、これ奈良公園の方に向かっとるってことですからね、すごいですね。万華鏡喫茶なんてあるんですね。なんか経過かかってますけど、大仏殿近道ってなってますよね。近道なんだったら近道しましょうよ。あらあら、じゃあ非常に便利なところに止めましたね。ちなみに多分いつもとだいぶ価格が違うと思います。いつもだとね、多分こういう価格になってると思うんですよ。こんな感じね、大体これがいわゆる普通にいつもこういうね、私の顔の高さのところでまあ合わせてこう見とるわけなんですけど、最近ね分かったというかね、エカチャンネルのね、やつとか見とってね、ふと分かったのが、向こうのスタッフさん、まあ、向こうのスタッフさんってもうプロじゃないですか。ね、なんかね、テレビの仕事されてる。こういう感じの、この辺りでね、カメラ持ってるんですよね。多分ね、これね、長時間ね、歩いとるとね、確かにね、腕しんどかったんですよ。これがね、楽ですね。
ほう。石碑、石碑なんや。あらですね。あ、剪定もしてますよ。奈良ですからね。これ何でしょう。中華聖城600年、こんなあるんですね。特別公開やってるんですね。ちょっと見てきます。大仏で、あ、今こっちだ。あ、こっからスーッと抜けていくと行けるみたいですね。階段があって、これこの道ずっと行ってこっち、あ、ここで、あ、はい、ってことでね、これ今言ったけど、これね、今ここにおって、こっからね、ストーンと行ったらね、どうも、大仏殿に行けるみたいですね。ちょうどお手洗いがもう借りたいし、もうこの道スッと行ったらいけるみたい。あら、便利。めっちゃいいとこだみたいじゃないですか。で、8時半やから、もういつうちに公開になるんやな。まあ、せっかくだからいろいろ見ていきましょう。まあ、昨日はあの鈴鹿でね、あの鹿見てますけど、鈴鹿とか鈴鹿さんの山でね、奥にもずらーっと、朝ですからね。穏やかなもんです。結構芝食ってますね。結構ブリブリ音鳴らしてくるんですね。ちなみに、あ、ちょうど近くで撮れてるから、ちょうどね、昨日たまたま鹿を見かけてね、画像撮ってあると思うんですよ。こんな感じでね、温泉行ってきたらね、山の中の温泉だったんですけどね、鹿が現れてね、鹿を撮ってたんですけどね。まあ、大きな違いとしては、やっぱ角が違いますよね。あの、この図は、これとも多分、切ってもらっとんのかな。ね、生えてる子もいますけど、あのね、野生のやつ、バリッバリ生えてるじゃないですか。こんな感じでね、バリッバリで生えてるでしょ。ね、やっぱりあの、ちゃんとね、角カットしてね、まあ、ね、危ないですしね、人間にも危ないですけど、やっぱ鹿さんにもあんま良くないらしいんですよね。あんま伸ばしすぎるとね。うん。なんか怪我をしちゃったりとかっていうことになるみたいなことを聞きましたけどね。はあ、あ、取り取ったら東大寺が出てきました。で、指図堂、どこまで行くかな。階段堂、多分携帯の中はね、写真撮影がダメだと思いますんで、まずは手洗いを借りたいな。よいしょ。いや、いいじゃないですか、ね。よかった。雨がね、追ってこないんでよかった。何せ連日の大雨でね、今日も予報があんま良くないんですよね。あら、ちっちゃいのがおる。あら、ちっちゃいのがおる。ちっちゃいな。小鹿ですね。こいつはちっちゃいな。ちっちゃいです。ズームでやってみましたけど、逃げないですよね、やっぱ。あ、逃げた。こっち、親子だな。ね、親子鹿ですね。多分、赤の他人かもしれませんけどね。親子っぽいですよね。よいしょ。今人間だったらソーシャルディスタンス言われますけど、まあ鹿ですからね。さあ、かわいいな。みんな親子で食べてますね。でも本当だ、この持ち方にすると、あの散歩ロケとか本当いいな。あ、トイレあった、トイレあった、トイレ開けよう。
しょ。